では、就業不能保険の基本的な仕組みについてご説明します。就業者、働いている人が所定の身体の変化に基づき、就業不能、働けなくなったときに、給付を行う保険のことを就業不能保険というふうに言います。で、就業不能、働けない間、一定の保険金額を年金の形で給付を続けるものが一般的です。なので、もし就業不能から就業者、働けるようになった場合、回復した場合、というのは、保険金の給付は停止される。これは一般的なんですけども、これをやってしまうと非常に複雑になってしまうため、この章では、この回復というのを見込みません。では最初に、就業不能保険の被保険者の集団のイメージを見てみましょう。まずこのように、就業者という人がいます。それとは別に、就業不能者という人がいます。で、亡くなられる方がいらっしゃると。で、まず、保険に加入する人というのは、就業者で加入しますので、ここで加入すると。で、その後、就業不能になります。就業者の一部が就業不能、こちらの方の集団に移るということです。で、就業者から直接亡くなられる方、死亡される方と、就業不能から死亡される方という2つのパターンの死亡があるわけです。この時に、生存者の総数というのは、もともと使っていた LX というのは、実は就業者と就業不能者、これを足したものということがわかります。で、死亡者の総数、今まで DX とやっていたものが、この就業者から死亡する人と、就業不能者から死亡する人、これを合わせたものになっているということがわかります。では、生命関数、これを考えてみましょう。元のこの図があるとわかりやすいと思います。まず、就業者の X プラス1歳の就業者というのは、X 歳の就業者に対して死亡する人数、それと、この IX ですね、就業不能になる人数、これを引いたものと、いう関係があります。次に、就業不能者数、X プラス1歳というのは、X 歳の就業不能者数から死亡数を引いてたら、新たに就業者から就業不能になる人というのは IX に言いますので、それを加えてあげるということです。で、ここで QXAA というのを、この LXAA、就業者分の死亡者数、これを QXAA というふうに定義をします。この QX カッコ i というのを分母を LXAA。で、分子を IX。これとこれの比ですね。ですので、就業不能の発生率ということになります。よって、ここの、就業者 X プラス1歳の就業者というのを、右辺を LXAA でくくり出すと、このような式になるわけです。ここが分母に LXAA が来て、ここは1になると。そうすると、この部分が、この QXAA、この部分が QX カッコ i というふうに表されます。では、この PXAA というのを、今までと同じように LX 分の LX プラス 1AA のものというふうに表すと、この式から、この式を両辺 LXA で割ってあげると、このようになって。そうすると、このように、この残存率、生存率 PXAA というのは 1-QXAA-QXI という形になります。ここでは、この生存率と死亡率を足して1にならないということに注意が必要です。これはもちろん、ここでは矢印が2つあって、死亡という矢印と就業不能という矢印があります。なので、この生存と死亡を足して必ず1にはならないということがわかります。では、ここで絶対脱退率を考えてみましょう。ここでは、就業者というところからは、就業不能と死亡という二重脱退になっています。では、それぞれのここでは絶対脱退率というものを考えることができます。そうすると、
絶対脱退率はまず、死亡の絶対脱退率というのはこのように LXAA からこの半分就業不能を落としたもので分子は死亡者数と。で、QXI の方も同様にして、LXAA から半分死亡を落として、分子に就業不能の人数。このような形で表すことができます。では次に、就業不能者の絶対死亡率。就業不能者はこのように死亡で出ていくんですけども、今度は逆にこっちから就業不能が入ってくるわけです。よって、単純に計算した場合、絶対ではなくて普通の死亡率というのはこのようにして、LXII 分の DXII という形で、ここの死亡率を出すことができます。ただ、1年間ではこのようにここで、一旦入ってきて死亡する人も出てくるということなので、このようなものも考慮して、絶対死亡率を出す場合、という場合は、この DXII というのが、この QXI というのは絶対死亡率。なので、もともといた人の死亡率、もともと就業不能だった人と、あと、この年度で就業不能になった人の半分を加えてあげると。これの総数が、ここの XI の死亡者数であるというふうにして、絶対死亡率を考えます。これを整理するとこのような形になります。先ほどのイメージと同じようにして、先ほどはここの就業者から2つ矢印が出ている。なので絶対死亡率を求めるときは分母からそれぞれの半分を引いてあげました。で、今回は就業不能というのが就業、この IX が就業不能者の方に入ってくるので、矢印が逆向きなので半分を加えてあげるというふうに覚えると整理しやすいと思います。では次は就業不能者の生命表です。ここでは今までこのような3つのものを考えていたんですけども、単純にここを考えない、就業者の部分は考えないで、就業不能者がただ単に、亡くなるというような単独の生命表、これを考えます。そうするとこれは考える部分は就業不能者の部分と、ここで死亡で出ていく部分だけ。なので、就業不能者の死亡率 QXI というものだけが必要になると。その時の生存者数をこのように LXI、先ほど右上に II とついていたんですが、ここでは LXI と、あとは DXI というふうに右上が I 一つになるということです。そうすると、このような関係式。DXI というのは LXI かける QXI。で、LX プラス1の I というのは LXI マイナス DXI。これは、単独生命表なので、今までやってきた生命表と同じような式になるわけです。なので、このような T 年間の生存率というのは LXI 分の LX プラス TI と。では続いて特殊な生命関数についてご説明します。括弧1番は XI の就業者が就業のまま T 年間生存する確率。このようなイメージですね。これをこのような記号。XI の人が T 年間でずっと就業者 AA と。これをこのように LXAA を使って表します。括弧2番は XI の就業者が1年以内に死亡する確率。実はこれ2パターンがあって、就業のまま死亡するもの。このように X 歳から X プラス1歳の間で就業者から死亡してしまう人。もう一つは、一旦就業不能となってその後死亡する。この2パターンがあります。で、これは1つ目というのがここの DXAA。これが就業者からそのまま死亡する人の人数。で、就業者から一旦就業不能になる IX。で、そのうち、半分に対して死亡率かけたものが
死亡するというふうに考えて、こちらが丸2番という形で、これが X 歳の就業者が1年以内に死亡する確率という形で表します。次、括弧3番で X 歳の就業者が1年以内に就業不能となって X プラス1歳まで生存する確率と、これをこのように生存確率なのでスモール p を使っています。で、就業者から就業不能になりということで AI というふうにするわけです。そうすると分母は LXAA、 就業者の人数で、分子は、就業不能になる人数 IX で、これから QXI という就業不能者の絶対死亡率、これは、就業不能になってその年に亡くなる方、これを控除してあげなくちゃいけないので、この2分の1倍の QXI というのを入れてあげています。もしくはこの IX のところというのは、このような LXII を使うとこのような関係式がありましたので、ここに IX はこのような式になります。そうするとここの DXII というのを、先ほど QXI という絶対死亡率を使うとこのような形で表されることが分かっています。よってここの分子の部分ですね、 IX マイナス2分の1倍の IXQXI というのは、ここの IX マイナス2分の1倍の IXQXI、 残るのはこの最初の3つの項です。なのでこのような式で表されるわけです。よってこれはこのような式になって、で、先ほどこのような式ができましたので、この式を分母に LXAA を持ってくると、この求めたい1年間で就業者から就業不能になってその後生存してくれるという確率を求めることができます。で、この分子というのはこのような式になりますので、それを入れてあげる。そうすると、ここの第2項目というのが、もともと QXI、この QXI というのは、就業不能者の絶対死亡率で、PXI と QXI、これ足したものは必ず1になるということで、このように PXI というものを使って表すことができます。この式の意味としては、分子の部分なんですけども、X プラス1歳の就業不能者数。ただこれは、その前から就業不能、X 歳以前から就業不能だった人が含まれるんで、このように LXII、X 歳の就業不能の人数から、この生存確率、かけたものを引いてあげてると。これで、X 歳で就業不能になった人の、で、なおかつ生存している人数を表すことができます。次に、括弧4番で X 歳の就業者が T 年以内に就業不能となって X プラス T 歳まで生存する確率。記号は先ほどと同じように、就業不能から、就業者から就業不能に変わるので、右上が AI。で、左下に T 年という T がつきます。イメージとしてはこのような感じです。T 年までのどっか S 年後のところで一旦就業不能となって、その後、X プラス T 歳まで生存するという形になります。この流れをちょっと表すと、もともと LXAA にいて、まず S 年間就業者としているわけです。なので、この確率はこのような式で表すことができます。その後、こっから X プラス S 歳で就業不能となるので、このような式で表すことができます。これは先ほどと同じ式ですね。各3番で使ったもの。で、その後、就業不能のまま生存。なので、このような LXII を使って表すことができます。この3つの掛け算。で、ここは、1つ目の分子と2つ目の分母は約分ができます。そうして整理していくと、この2つ目のところというのは、これは、この分子の部分ですね。これを括弧3で用いた式変形を使うと、このような形で表されます。
で、あとはこの3番目のこの PXI の部分ですね、これを括弧なんかそれぞれかけてあげると、そうするとこの PX プラス SI かけるこれというのは、このように X プラス SI の人が T マイナス S 年間生存する確率という形で表されます。では先ほどの T 年間生存する確率、就業不能になって T 年間生存する確率は、これは一旦 SI で X プラス SI で就業不能になるというものだったので、この式、先ほど求めた式というのを S イコール0から T マイナス1まで全て加えたものというふうになります。なのでこれを S イコール0、 S イコール1、S イコール T マイナス1まで加えたものと、そうするとこのように消すことができて、最初と最後の部分だけ残ると。で、この部分は0年間の生存確率ということで1になります。よってこのような式で表すことができるわけです。これは分母が X 歳の就業者数で、このまあ分子というかこの括弧の中というのがX プラス T 歳の就業不能者数、それに対してもともと X 歳で就業不能であった人の、生存している人、これを控除したものになっていると。これがもともと就業者で、今は就業不能で生存している人という形で表すことができます。次に括弧5番、就業者が就業のままもしくは就業不能となって T 年間生存する確率。なので、このようなものと、このようなもの。なので、2パターンあると。このまま、就業者として生存する。就業不能になって生存する。そうすると、この T 年間生存する確率、どちらでもいいので、生存する確率というのは、そのまま生存するもの。就業者としてそのまま生存するものと、就業者が就業不能になって T 年間生存する確率、このような2つに分けることができるということがわかります。よってこの式で両辺を LXA で割ってあげて、このような式になる。そうするとこのように XI の人は T 年間就業者で生存する確率と、XI の人が就業不能になって T 年間生存する確率の和になると、まあ、考えてみると非常に当たり前の式になっています。で、この式ですけども、このように式変形ができるわけです。この2つ目の XI の人が就業不能になって T 年後に生存する確率というのは、先ほどこのような式で表されるというのは分かりました。そうすると、これを分母を LXA の一つにしてあげると、このようにまとめることができるわけです。そうすると、ここの LX プラス T の AA と LX プラス T の II、これ足したものは全体の生存者数というふうになります。そうすると、この部分、LX プラス T というのは LX かける通常の生存率という形で直すことができます。そうすると、このようにして、分母に LXAA、分子に LX、これのこの生存率、マイナス LXAA、分母が LXAA、分子が LXII のこのような生存率と、このような式に直すことができるわけです。では次、括弧6番で、XI の就業者が1年以内に就業不能となって、その年度末に死亡する確率。このように、右上に AI というのが来て、これで就業者から就業不能へ。で、XI の人という形で表します。このようなイメージ図ですね。なので、1年間で LXA から LXII になって、そのまま亡くなられると。なので、
この確率というのは分母に LXA で分子に就業不能になる IX、 これに対してこの1年間で亡くなるということで、この QXI という死亡率、これをかけてあげるわけです。ただ1年間でということなんで、この2分の1をかけてあげるわけです。そうするとこのように式を直すことができます。 LXA 分の IX×QXI、 よってこの部分は QX×I という形で表すことができます。またこの QXI という死亡率、これを使うと DXII、就業者の死亡数というのは、就業不能者の死亡数は LXII に対してこの QXI と2分の1倍の IX の QXI という形になりましたので、この分子の2分の1倍の IXQXI というのは DXII-LXII×QXI という形に直すことができます。よってここに代入してあげると、このような式に直すことができるわけです。では次、括弧7番。X 歳の就業者が T 年後までに就業不能となって、T 年後から T プラス1年後の間で死亡する確率と。このような形ですね。T 年後までにどこかで就業不能。そのどこかというのを S 年後というふうに置いています。で、T 年後から T プラス1年後の間に亡くなる確率と。まず S 年間就業者でいて、その後就業不能となって、その後、T 年後まで就業不能のまま生存、その後死亡と、このような流れになっています。まずここの赤い括弧で書いたところ、この部分というのは括弧4から括弧4でここの確率を言っています。これはこの X 歳の人が就業者から就業不能、 A から I に変わって T 年間生存、これはこのような形で表されていました。なので今回の括弧7の求める確率というのは、この確率に対して X プラス T 歳で死亡、ここの部分の確率というのはこのように QX プラス T の I という形で表すことができます。なので両方をかけたもの、これを整理してあげると、この QX プラス T の I を括弧の中のそれぞれにかけてあげると。そうすると、2項目の部分ですね。この、T 年間生存してその後死亡するというものなんで、T 年生起きの死亡という記号を使って表すことができます。次に括弧8番です。X 歳の就業者が就業不能となった後、T 年後から T プラス1年後の間で死亡する確率というものです。実はこれ、括弧7番と似ていて、括弧7番は T 年後までに就業不能となって、T 年後から T プラス1年後の間で死亡する確率。なので、括弧7と括弧8は似ていて、括弧7番では何が足りないかというと、T 年後と T プラス1年後の間に就業不能かつ死亡となる確率。これが、カッコ8にあってカッコ7にないもの。なのでカッコ7の確率に対して、この T 年後と T プラス1年後の間に就業不能かつ死亡となる確率を加えてあげればよいわけです。このような確率です。 T 年後まで就業者で、その後就業不能になって死亡する、この確率というのはこのように、T 年間生存する。就業者で生存する。で、その後、X プラス T 歳で、就業者から就業不能になって死亡する確率。これをかけてあげればよいわけです。そうすると、この最初の PXAAT の部分ですね。この部分っていうのは、LXA 分の LX プラス T の AA。で、死亡の方っていうのは、分子に LX プラス T の AA。これは括弧6番から求めています。このような形で表されるわけです。そうすると、ここは約分できて、このような式になりますので、これを7の求めた確率、これに加えてあげると、ここが7の確率。で、プラス、このような式。今求めたこの式ですね。
そうするとこの部分が消えてしまいますので、これだけの式になってくれるということがわかります。最後に括弧9番です。ここでは式変形でこの qx 括弧 i というのはもともとこれは x 際にとは就業不能になる確率なので、就業者数分の就業不能になる人数で、次の式というのは括弧3番の中でこのような式が出てきました。よってこの qx 括弧 i の式、これを分母分子にこのように 1-2 分の 1qxi をかけてあげます。そうすると先ほどのこの括弧3の中の式になりましたので、この右辺、これを代入してあげるわけです。で、次は分母分子それぞれ LX で割ってあげているわけです。では今赤四角で囲んだ2つの部分、これをそれぞれ考えてみましょう。この LX 分の LX プラス1の II というのは、このように分母分子に LX プラス1というのを用意してあげます。そうするとこの2つ目の LX 分の LX プラス1というのは単純に X 際の生存率 PX という形で表されます。そうするとこのように死亡率を使って 1-9X という形で表されます。同様に LX 分の LX、 これは LX 分のこの生存者数、就業者の生存者数というのは全体のものからこのような就業不能の人の人数を引いてあげればいいと。なので 1-LX 分の LXII という形で表されます。この2つから先ほどの式、ここのこの2つですね、この部分とこの部分に代入してあげるわけです。そうするとこのような式でこの QX 括弧 i 就業不能の発生率を求めることができるというような式になっています。